どうも皆さん、はじめまして。素人がのシリーズでやってるものです。というかムツです。喋ることないです。最高レーティング1500です。それでは本編にどうぞ。来た。わかるかな、この緊張感。伝わるかな。もう俺は苦しみ続けました。正直このタイソウルさんとの元気出していこうぜ。おい、元気出していこう。ムツ、何そのしょぼくれてんの。来た、闇ソウルさん。でかい口聞いてすいません。もう怖くて仕方ないです。ビビりまくってます、マジで。ビビりまくってるんです、ほんと。あー、ちょっと待って、もうこれ始まんの。大丈夫だ、落ち着け。あっかん、落ち着け落ち着け。あんまテンション上げすぎるなよ。今やべえぞ、しびれ第一次段階しびれきてる。第一次段階しびれ、これに飲み込まれては正気を失う。落ち着いてけ。まあ、闇ラミはどうせ来ないでしょ。てか闇ラミって入れるんだ。闇ラミ、クレセエリア、あー、シャンデラ。てか本当にクレセ入れてきた。本当にクレセ入れてきた。なんで。ドサイドン、あのツイッターでクレス入れるんでみたいな。うわ、出た、裏の裏を書いてくるデュエリストだ、このソウルさん。あのネタバレ言いますけど、この動画が、この動画のネタバレ言いますよ。ムツ勝ちます。いくか、くそ。やべえ、最後の一体何だっけ。ローブシーン、そう、このローブシーン、このローブシーン 100% 出てくる。やっぱもうソウルさんの動画はめっちゃ見た。もうそんじょそこらのソウルさんをぶち抜いてくらい見た。しかしそのソウルさんの動画を見まくったことを俺はうっかりソウルさんに漏らしてしまったことによって裏を書いてくる可能性は十分にある。俺はこのローブシーンすごい嫌だ。ローブシーン絶対来る。てかクレセも多分来るでしょこれ。ローブシーンクレセ来る。てかね、もう このなんでしょうか、ズルズキン、こっち確定。ズルズキンは絶対入れる。ズルズキン、そう、ズルズキンは絶対入れる。あー、ズルズキン入れる。ズルズキンは入れる。クレセポリツ、これ右側で来るんじゃないかな。それとも、いや、これシャンデラ来る可能性あるでしょ。てか僕正直ラス1枠はあのあれだと思ってたんですよ。何でしょうか、ほら、あれトゲキッスかなと思ってたんですけど、トゲキッスかなと思ったんだけど、おら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 、違うじゃんみたいな感じですかね。これ何で来るんかな。クレセ重いように見せかけて実は重くない。なんとなく固く組んできた。くっそ、くっそゲンガー入れて。くっそゲンガー入れて、これ。くっそゲンガー入れて、これ、これ、くっそゲンガー入れてぞ、これ。くっそゲンガー入れて。ローブシャンデラクレセじゃないかな。ローブシャンデラクレセか、ローブシャンデラ、ローブは絶対来る。ローブシーンは絶対来る。もうソウルさんじゃないけど、ローブシーン来なかったら剣の前踊ってみたっていう動画を上げるレベルですよ、これ。これローブシーンは来る。ローブシーンは来ると思うんだよね。問題、俺このローブシーンがビルドだったらどうしようと考えて、もう3日間ぐらいなんか寝込みました、本当に。ビルドローブはまずいみたいな。いやー、でもね、しっかりとビルドローブ対策は半分くらい組んできたんで。ちなみに今のところ僕、選出決める気ゼロなんで。ちょっと待って、冷静に考えよう。これ、ズルズキンの選出は 100% だ。まず、シャンデラに刺さってる、何よりも。何よりもシャンデラに刺さってる。メガン、早っ、ちょっと。選出早すぎんごじゃない、これ。これ、恒例の。全然選出決まんないんで、カットしてください。あのソウルさんと試合前にいくらかやり取りしてて、ソウルさんが僕の心臓をいちいち破りに来るんですよね。僕の心臓をいちいち破りに来る。なんかこのなんか闇に落ちた私を救ってくださいみたいな。いやー、いやー。ソウルさんすまねえ。
いやー煽りまくってるけど俺ソウルさん超好きなんだよね。最終手段としてやっぱり正直ゲンガは残しておきたいんですよね。相手の先発何を見るか、正直初手はローブシンは怖いはず。いくらなんでもキッスとムクホークが見えてる段階で正直ローブシン先発は怖いはず。スカーフ巻いてるんだったらシャンデラ先発濃厚、まあ、カビゴン投げてくる可能性あるけど、もしかしたらいやクルセかこれ。いやこれ多分ねいくらなんでも巻いてこないと思うんですよ。ああ落ち着け、このロジック慎重に考えれば答えは出る。武神に厚く来るんだったらクレセシャンデラは入ってくるよね。クレセシャンデラポリッツとかで来ると思うんだけど、こっちも正直ローブはそんなに捨てたくない。このローブシンは正直捨てたくない。あーローブ出してえけど、ローブ出したらきつい気もしなくもない。ドイツでいいんだ、全然わかんねえ。これカットするんで、そこそこで選出決まったら、まとまったらちょっとそんな感じで悩みますね。ラスイチ悩むな。ラスイチポリツー事故をなくすんだったらカビゴンなんだよね。いや違う、ポリツーによる変態型ポリツーによる事故をなくすんだったらこれローブシン切っていいのかな。切っていいわけねえよな。これねシャンデラ、クレセ、ポリツー、ローブのどれかだと思うんですよね。で武神にある程度強い構成にしないといけないんですけど、ゲンガーだな、ゲンガーかな、ゲンガーかな。正直すげえ迷ってる。確かにポリツーきついんですよね。ちょっとあ俺は救わなきゃいけない、ソウルさんを救わなきゃいけない、救われなきゃいけないんだ。眠かご これが僕は静着だと思うんですが、どうでしょうか。ちょっと今一瞬ネタバレ言います。僕の勝敗に関してのことです。いくよ。僕今2勝してるんですけど、この後残ってる試合がソウルさん林なんですね。ここで勝てば3勝すれば正直予選突破は結構確定圏内入ってくる、よっぽど何かがない限り。正直林はめちゃくちゃ強いんで、ソウルさんとは違うベクトルで強いんで、できれば俺はここで安心したい。じゃないともう体が持たねえ、体が持たねえ。ソウルさんよろしくお願いします。名誉なことだ、こんな舞台であなたと戦えるとは。くそ、やられるな。いつも通りで行くんだぞ。違法 DL、 なるほど、ダウンロード型、これは安定だが、どうだ、トーレス、トーレスか、これは問題ない。いやどうしようかな、これこうか、即断よし。何打ってくる、これはビビるはず。電磁波だったらうまいか、奇跡電磁波、なるほど。次だな、これはスカーフはさっさと処理できてよかったですね。後続何かなんだけど、あれパーティーメモったよな俺。ちょっと正直今回面白い実況できないんで面白い実況できません。エアスラッシュ、いやもうこのとりあえずポリツーなんかとりあえずなんか無効化したあたりはでかいですかね。無効化したのか、
エアサッシュじゃダメ。なんかソウルさん、なんか頭が爆発して出してこないかな、ロボシン。頭爆発ロボシン来ないかな。頭爆発ロボシン来てくれ、頼む。イホディール引っ込めて、さすがに電磁波2発はディアトリス。これはクレセか。なるほど。ここはきつめですね。さすがに硬い。さて、ここはちょっとどうだろう。瞑想積まれるとちょっと嫌なんですよ、すごく。気合玉安定の場面だけど、いや、違う、目高く。サイキネで来るんだったら、コナミ感。目高くで来るんだったら、白っ子だが、ここはコナミ感安定。ここは喫茶引っ込めます。まあ、毒毒、いやー、ここマジでポイントなんですよね。身代わり、なるほど。身代わりめっちゃ削れるな。さて、どうしましょうかね。ビルドはない。毒、まあここは騙し討ちで。目高く持ってんだろうな。なんかクレセ持ってんのは知ってたんですよ、実は言うと。一応クレセに弱い構成にはしてないんですけど、このクレセが正直ポイントになってくると思う。クレセを誰で落とすかですね。大丈夫、今のところ戦術負けしてない。ラス1はシャンデラか何かだと思うんだけど、適当みたいなシャンデラか何かでしょ。シャンデラか武神だと思うんだけど、武神、シャンデラか、あー、シャンデラか武神、どっちか。武神出しづらいと思うんだけどな、俺は。ビアトリス引っ込めて、ここで引っ込めてくれ。出てくるとしたら武神か、腐敗人。うわ、出てきた。ここ実はすごいポイントの場面なんですけど、火炎玉ローブねえかな。ここ正直ビルド打ってくんないと困る場面なんですよね。違う日本語で OK ってレベルじゃない。武神を最悪落とせれば、ここ相手レイパンとか安定なんじゃないかな。あー、ここのマジで卓嫌すぎるでしょ。うー、ゲンガー見したくない。喫茶上から殴られる。ゲンガーは正直取っておきたいんですよ、クレセ相手のために。ここでカウンタースカスとマジできついんじゃないか。ここでカウンタースカスときついと思うんだよね。でも俺の手持ち見たら、ゲンガー以外は正直すごい通るんですよ、ドレインパンチ。だ、一回様子見でドレインパンチ打ってくると思うんだけど、カウンターできます。なんで流れだなんで流れだ必須読みか必須読みかーい。あー、カウンター落ちてカウンターめっめっちゃ打ちたい。カウンターめっちゃ打ちたい。強者はね、ここで交代なんですよ。このゲンガー合わせは正直悪くない。ここで岩流れは正直悠長に打てない場面のはず。そろそろやばいでしょ。やけどダメージ込みで考えると、ここは正直打ちたい場面のはずなんですよ。何よ、
ででででででぷー故郷に帰りてー故郷に帰りてーわマジでなんでこんなキチガイみたいな実況してんだ俺。あーいやちょっといつもみたいにコイントスで決めてくださいよ引っ込めるか。あー熱そうだ。ここは引っ込めて、この選択肢は強いと俺は信じてる。きたー爆アドゲッチュ。ここ超重要なんですけど、まあ、ポリツー来たら最悪引っ込めばいいか。ここ俺絶対武神引っ込められない場面だと思うんですけど、どうですかね。あ、違う、絶対ここ武神引っ込める場面だと思うんですけど、どうですかね。武神引っ込めポリツーの線だと思うんだけど、俺はそうだね、必須だと、必須が今相手できるのって正直クレセぐらいか。あ、違う違う、必須が今正直相手できるのって武神ぐらいなんですよね。今武神と、まあ、ワンチャンポリツーだけど、ポリツーは多分霊美か10万は絶対持って入ってきてるから、そう考えると必須でポリツー相手するのも正直厳しい。ここ何が武神、いや絶対武神引っ込められない。武神落ちたら、多分ズルズキンとか落とせなくなるんじゃない。ズルズキンきついでしょ。ズルズキンの一貫性出てきちゃうから、正直おいそれとここ捨てられない。絶対出てくるとしたらポリツーの安定卓に出てくるってことは、ここコナミ感出すのが安定か。ここドレインパンチは絶対打てない場面だから、来た、よし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 、イホディエル来たねー、完璧だ。まあ相手も勝ち筋を残すんであれば、ここは絶対イホディエル出すしかない場面なんで、これは独特安定でしょう。出てくるのは、まあ、武神は戻ってこないと思うから、ここドレインパンチが怖いはず。そうすると武神はドレインパンチプラス火傷ダメで落ちちゃうから、そうなるとここ出てくるのは間違いなくクレセということは、ここは独特安定。電磁波巻いてきたか。まあ脱皮だから最悪どうにでもなる。これ独特クレセに引っ込めてこないの。お前脱皮すんなよ。あ、え、何この、え、茶番。これはドレパンですわ。え、てかスカーフじゃねえか、よく考えたら。あれ、これえ、これ忘れてたでしょ、これソルさん忘れてたでしょ、これあべえスカーフだったーみたいな。今違う、ここ独特読みで武神戻り屋まであるな。武神来い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 、でーほー来てんじゃねえのかこれ。来てる来てる来てる、ちょっと待って、でも A 振ってない、まずいかもしれない。あー来た、あーやった、ちょ、はぁ武神落ちる、あやべやべや、武神落ちた武神落ちた、来た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 、これ頭巾ゲロウモじゃねえか、相手頭巾ゲロウモじゃん、これビアトリスなんで出てきたんだ。
ここどう思います？ゲンガー出しても結局ポリツーとのイタチごっこになっちゃうんですよね。ここは騙し打ちで、いいのかな、はあ、考えろって言われてるからな。考えてろ、考えろ、お前技選択する前にみたいな。ででーん、グサ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 、ドガーンみたいな。やべえ、はあ、落ち着け。ソウルさん、緊張詐欺だからな、この人。あ、めっちゃ緊張してますわ、みたいな。いつもの動画と変わってない、みたいな。落ち着け。お前ことムツ、お前はな、あのな、なんか、ちょっと有利になると、調子乗ってなんかやべえことになるんだわ。さてと、瞑想してきましたけど。これは、眠るがあるか、あ？結構入ったな。あれ？あれでね？え？これ結構、これディーブリ？ここで これ眠るある動きか、これもしかして。カゴは消費させときたいな。であればメザパー格闘ですね、まあ、これはゴミカスみたいなダメージしか入んないんで、あのゴミカスみたいなダメージしか入んないんで。超減らねえ、やべえ、伊達なんだこれ。お前伊達に硬さ、硬さじゃん。食べ残しって切ってんじゃねえの、回復技。とりあえずメザパー、はあ、おい、はあ、もうこれは耐えますよ、余裕です。これはまあ硬いんで頭巾って。負け寿司なんだ？なんだ？相手こだわってるから、こだわりマシーン3号。パンチドレイン。吸ってこ。違法、これなんか、ひましさんの、これあれレッドビーム。ひましさんの名前もこんな感じだったじゃなかったっけ。いや、ひましさんの名前はイホイエルではないんだけど、ひましさんのプリツもこんな感じの名前。あー、ゾンビ来た、急所とコールはやめて。脱皮でよかったな。なんか天命具とか渡しちゃうと最悪なんかやべえみたいな。最悪やべえみたいな。おい、ちょっと待って、落ち着いてけよ。まだまだお前ちょっと最後の最後まで気を抜いてはいけない。ナイス、急所ナイス急所ないっすか。なんか勝てそうだ。勝っちゃう。急所も含めた負け筋を潰していく。勝った、うおー、勝った。おーい、こ急所で勝った。ソウルさん、対戦ありがとうございました。